おのとゆうやのほのばのゆうやけラジオ番外編ですおのですゆうやです本編は毎週土曜日に配信していますがこちらは毎週水曜日に配信していますさて、うん、お便りが届いていますご紹介しましょうおパッきゃマラどうさん,うんです県名ふつおたいわもんおのさん石井さんスタッフの皆さんこんにちはこんにちは 本人や何人かのおゆらもアナウンスしていましたがおゆらじファミリーの岩門こと岩本俊介さんがこのたび渡辺エンターテインメント所属となり<う>タレントとしてのキャリアをスタートしましたね、うん、渡辺といえば我々福島の人間からすると暴れる君やドリルフィンフィンズのお二人などがおなじみですが、ね、今をときめく人気俳優の山田裕貴さんなんかも渡辺所属ですね <laughs> 確かにそうですね。 彼は現在オールナイト日本のパーソナリティでもありますからそういう意味では岩本さんの方が本家オールナイトにぐっと近づいたと言えるかもしれませんおゆらじもウォーウォー言っていられませんねウォーウォーアザラシか多分アザラシじゃないですあののこウォーウォーこっちの方のウォーウォーだと思うんですけれども 僕の大学の同級生なんですけれども渡辺エンターテインメント所属で今福岡県のねローカルタレントとしてゴールデン番組に出演してるんですよねしかも福岡のゴリケンさんとあと吉瀬美智子さんと一緒に番組をやってるということでタレントの道をね歩み始めてまして岩本俊介がウォウウをしてる。 負けててられなないいいんじゃないかっていうだってこっちがもともとゲストで呼んでたんだから岩門 <laughs> をね、うん、サンクチュアリに出た俺の同級生岩門を中テレ祭りに呼んで公開収録やって24時間テレビが呼んで公開収録やってた岩門がうちらよりも先にオールナイトに近づいてるこれはウォうを言ってられないよ言ってられないでも、うん、彼がオールナイト日本のパーソナリティーになったとしたのであれば今後ね あ、私たちを呼んでもらって。そっちね。そうか、そういう方向から攻めることもできる。呼んでもろうて。あ、トークもね、上手だからね。うん。彼は。ちょっとゲストとしてね。ね。私たちが出場して。うん。呼んでもって。うん。戦うのか。うん、戦って。まあ、ブレイキングダウン出てたからな。ほんで、私たちもちょっとオールナイトニッポンに近づいこうっていう策もあるけどね。確かにね。嬉しいですね。 大活躍じゃないですかねえそうやって一回共演した人が夢を叶えてタレントになってるというのは、ね、ただまあ、タレントといえば我らがオイラジを代表するオノジャスも負けてられないんじゃないかとあオノジャスね、うん、オノジャスは今所属はどうなってるんですか所属は今のところ無所属無所属フリーそうねフリーで活動してるんですけれども、うん まあでもさっきねちょっとオノジャスに聞いてみたの、うん、今後どうすんのって B1、うん、チームキャプテンは来シーズンの所属チームとか決まってないんですかまだ B1 チームキャプテンも、ね、B リーグにどこか所属できればと思うけどね,ね拾ってください一応,応 B1、まあ、まあまあまあ目指したいけど <laughs> 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 あのまあオノジャス自体はやっぱ目指すところがあって、うん、さっき聞いたらやっぱりあのサンミュージック あそうかそうかゴージャスさんサンミュージック所属なので本が、ね、オノジャスもサンミュージック所属したいなと思ってましたよ、うん、まだやっぱりサンミュージックさんから声はかかってない、うん、かかってはないああそうねでも、まあ、ちょっとゴージャスさんの方から話通してもらおうって、うん、<laughs> <laughs> ちゃんと検討してくれそうだからな弟子として、うん、ちょっとね そのためには今ちょっとでもオノジャス改造中なのでそうかまだ完成してないんだもんなオノジャスとしての形が整って、うん、であの、うん、本家ゴージャスさんの方に「まあ、これでどうでしょうか」つきましてちょっと同じ事務所に所属できたらと思ってますあ<ー>で、てお話をするのがまあ筋かなっては今思ってますじゃあまたぜひゴージャスさんに X で絡んでもらって、うん、そうねサンミュージック入れてください、うん、もう少ししたら完成すると思いますんで、うん そうね、途中経過を報告しないと、うん、師匠も多分不安がってると思うっと下手な感じでね <laughs> オノジャス完成させちゃうと、うん、ゴージャスさんにも影響を及ぼすんでゴージャスさん全面協力全面プロデュースのオノジャスっていうことになってますからねでまあゴージャスさんがちょっとその営業でね忙しくていけないような場所にオノジャスが向かうっていう役も務められたらと思ってますんで、うん、まあでもね コンビ組めたらいいですね。あ夢だね。うん、うん。あどうしよう。聞いてほしいな。もう想像したら今嬉しくなっちゃった。<laughs> 聞いてるかな。二人でレボリューションしたいな。ねえねえ。M1 とか出てほしいな。いさやその小野ジャスはアナウンサーの仕事はしないんでね。うん、うん、ニュース読みもしないんで。え小野さんはあのアナウンサーじゃなくてタレントになったらやりたい仕事とかあるんですか。小野が？小野が。小野が。 大野がでも夢はあるよ<お>あのタレントとかじゃなくて普通にあの大野としての夢はいくつかあってまずあお腹鳴ったえっ、ー、と <laughs> はいえっ、ー、とねまず県民城に出るとおあそれは大野で行けそうですね大野<の>アナウンサーであアナウンサーで行けるか行 <laughs> けそうじゃないとあとあのはしごあれね居酒屋はしごの旅あれ楽しそうだね あれをちょっと私の中では結構2大目標に増してて、うん、まず県民賞ではちょっとねちゃんと私ががプレゼンしたいっていうのがあるるなほどね福島に住んでる私がプレゼンしたいものがたくさんある、うん、だから出たいなってかしご旅はただただ飲んだくれてみんなとお話ししたいな おゆらじではしご旅どうよい,いいんじゃない郡山でさ終電まではしご旅、うん、終電早いからさ早いけどね <laughs> 終電早いけど割と早い時間に仕事も終われるっていう、うん、いいんじゃない,いや,やりたいやりたいはたしょってさ小野さんといいん俺もちょっとある酒弱いから一軒目だけ付き合っていいない確かに小野さんも弱かったいやって思うじゃんい、うん、けるから意外と私あの 結構いいけるの最近気づいたでもそれで収録しながら居酒屋回ってその会話を配信しちゃうっていうのが面白いかもしれない、うん、やりましょうやりましょう、うんまあ、この2大目標があるので、ね、そうねちょっと協力してほしい、ね、ああもう私も全面協力しますよ <laughs> 旗とか作っちゃうから <laughs> 任せてあと「オールナイトニッポン」もね夢なので、うん、そうね、うん、夢は膨らみますねそう そのためにもね年齢重ねるごとに夢が大きくなっていくんですよ、うん、どうしたらいいでしょうねスポンサー募集しましょうはい <laughs> そうそう、うん、おゆらじではただいまスポンサーを募集しております <laughs> つきましては広報の方もしくは、えー、経営者の方ですとかあとは個人で応援したいよっていう方、うん、メールをお待ちしています,ます <laughs> 大人がしっかりと対応させていただきますはい、はい とということで番組では皆様からのメールを受け付けております、えー、番外編のトークテーマやラジオのダメ出しコーナーのアイディアなども送ってきてくださいコーナーへの投稿はメールの宛先にコーナー名をご明記くださいメールの宛先はすべて小文字で,です「スポンサーぜひ」という方は懸命に「スポンサー」と,、えーーとえー、ご明記の上「podcast.st.jp」までメールをお送りください 勝手にタイトルつけちゃった <laughs> そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています概要欄の URL からチェックをしてみてください番組の感想もお待ちしています投稿はすべてひらがなでハッシュタグおゆらじでお願いします番組公式 XQ ツイッターのフォローもお待ちしていますそれでは皆さんさようならねえねえ爪のさ、うん、このさ爪の生え際のところにさ甘皮っそうで白いのがあるじゃん、うん 白いのの、がなくなくってきたの最近、うん、俺めっちゃ白いのある全然、ね、白いのがなくなった意味って何だか分かる、うん、分かんねえ年取った証拠なんでえそうなの、うん、俺なんかさ天気コーナーでおやつ紹介したんですよ「うん、美味しそうですね」って言ってカメラにさ、うん、指見せて、うん、そしたらあの会社のお姉様方がね「うん、石くん指苦労してんだね」って,って指苦労してるってあの 頑張り屋さんなんだねって言われた汚すぎて遠回しにね <laughs>、うん、手をケアしましょうとか汚ねえよって言うと石井<ー>が傷つくと思って、うん、石井くん指苦労してんだね <laughs> 頑張り屋さんだねって言われたやっぱこう手先ってさその人を表すよね,ねケアしていこうぜ